ばんはゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーション、カルチョビットは始めていきたいと思います。さて今回は、11位函館ペンタゴンですね。この函館ペンタゴンですがどうなのかというと、ネルンストというディフェンダーが S を3つ持っております。非常に力ある選手ということですね。他もあの S を複数持っている選手が、いますんで、なかなかやっぱり強いチーム。またネルンストがちょっと疲れているのが付け入れ好きじゃないかなと思います。去年は5位でしたか。まあ弱いチームじゃないのかも。おっと、練習試合ですね。しかしこれは飛ばしていきます。ワントップか。さあスタメンですね。さあ試合開始です。アウェイにもかかわらず勝率はこちらの方は高いです。これは勝っておきたいところです。青い競争トラックですね。さあキックオフ。相手のペンタゴンのキックオフで襟口。あーっと、パスがうまくつながった。これファールだ。さあ、要警戒だ。パンチング。ナーコ。んと飛びつけないよな。これは無理だよな。スピードが速い。危ない。緑、おっと、再び緑。外に出していきます。緑、センタリング。これはキーパーがキャッチ。さあ、ミオがインターセプトです。さあ、飛び込んでいく緑だが、これは届かない。ネルンスト、この辺も防御が。さすがです。三つ持ってる選手、さすがです。さあ、くるみー入った選手点。このままでいいのかという垂れ幕は下がってますね。かなり、サポーターも、危機感を感じてますね。苛立ってますね。さあ、この1点を守ってさらに差を広げていきたいところ。ナイスインターセプト。さあ、左へ出して。さらに、リターン。さあ、ミラー、ダメだ。ノーホイッスルです。おっと、取りに行く。ほんと、外だ。外に出てしまいました。かなり激しい動きで、もうみゆきが疲れ始めております。みゆき全然スタミナないやん。というわけで、裏側にチェンジします。
かなり激しい動きですね、この試合は。なのでスタミナ結構みんな、消耗してしまってます。あ、でもないか。さあ緑超えた、ゴール前持っていって、そこをくるみが名コンビです。くるみ、そしてくるみが走っていって、結果的に緑はアシストになりましたね。さあ2人もチェンジしてますよ。さあ逆サイドへ、ナーコ、ここで前半終了、2点リードです。さあ後半戦です。さあここで上げていきますが、さあ奈々子へ、3点目が欲しい。再度奈々子、直接打ちましたが、これは決まらず。まあですね、まだスタミナ持ってます。おっとノーホイッスル。さあ緑、ネルンストが待っている。くるみー、3点目、これくるみハットトリックじゃないの？ハットトリックですよね。やりました、さすがくるみ、エースストライカーだけあります。緑と連携で決めていっているのがいいですね。タイリーになるツートップです。さあ、ミオが疲れてきました。ここはサチコと、スタミン、一応センターバックだからな。ま、あえて学びと入れ替えます。さあ、これで、エルースは疲れてる。さあ、ナーコ。おっと、外に。ってしまった。ここは落ち着いてバックパス。あーっと、アイコが捉えた。しかし、キーパーは確保したものを、このキックをピンチです。うん。さあ、くるみか。今度は緑。ああ、しかしこれは、トライ。疲れてきてますね。メキジンはさすがに。オサイドか。さあ、夏希が上げてきます。裏か、サヨ。と、ミホ。相手も動けなくなってきたような感じですね。くるみが抜けて、これは高すぎる。おっと、ナーコが一気に。さあ、くるみ渡った。くるみから、まなみにチェンジ。あーっと、まなみが痛がってます。ちょっとこれは、正確性のなさに助けられてますね。もう終盤がちょっと
不安要因が。しかしここで勝ちました。エルンスト、これ結構強かったんですが乗り切りました。そして前半24分、くるみがやって、これを力強くミドル気味に叩き込みました。さらに前半42分、ミドルが打ってディフェンダーに当たったところ、くるみが鋭く、決めました。さあ、そして後半6分。これはちょっと左外れた。ただ、11分、緑が一気に上げて、くるみが、技ありの一打。頭で決めました。そしてこの後動きが止まります。ちょっとこれ直接は無理があった。と相手のこのこれを捉えますが、キーパーここはキープ。その後ピンチは続きますが、リュージは決められず。そしてちょっとくるみもスピード落ちてきま、スピード正確性が落ちたのか。さあ、これは本当に合わなかったんですが、決まらず。3対0、勝利をしました。クルミはハットトリックです。これで、再び9位に上がりました。3勝5敗。1引き分けです。勝ち点は10、9試合で10ですか。試合数を勝ち点が上回りましたね。これでえ次の試合負けても確実に降格圏内、入れ替え戦までは下がらないです。次は2位なんで、ちょっとこれは厳しいんで。この今日の勝利は大きいですね。キーパーでないのかな、女性選手は。ないですね。はい。というわけで。見事に函館ペンタゴン相手に勝利することができました。これですね、ゴール数をくるみはトップタイに躍い出ました。緑が4位タイですね。アシスト数はまだ来てないんですが、くるみが3。なるほど。とにかく、くるみと緑が、いいコンビネーションプレーを見せて、どちらかが決めるという試合。この試合はもう、くるみが、ハットトリックを決めました。再び得点王へ5ですね。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降では、チャンネル登録者数を募集しております。もし動画のお持ちの方、チャンネル登録していただいて、コメント、何人目の登録をしたよとかコメントいただくと、詳しくは言えませんが、いいことあるかと思います。また、このさ動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。というわけで、次回もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。